こんにちは。佐賀国際法律事務所インターン生の小芝です。これからミャンマーの最低賃金について解説します。ミャンマーでは2013年に最低賃金法が改正されました。その2年後に出された通達により、2015年9月1日から全国一律で日給3600チャットが最低賃金として施行されており、従業員15名以上の事業所が対象としています。最低賃金額は政労使からなる国会委員会により決定されます。委員会は政府側からの労働、農業、経済、生産、社会問題関連の省庁や労使団体からの代表者のほか、労使に対して中立的な立場の専門家が選ばれ、公平な調整を行うことが任務となっています。最低賃金額の決定の流れとしては、まず連邦直轄領、管区や州レベルでの委員会が最低賃金を決めるのに必要な事実を調査し、それを国会委員会に報告し、そこで最低賃金額をいくらにするか提案を行います。そして国会委員会による最低賃金額の提案を中央政府の承認を得た上で公表します。最低賃金の範囲に関してですが、通勤手当、住宅手当、食事手当、電気手当、税金、治療費等は最低賃金に含まれないため、賃金とは別に支払わなければなりません。それに対して残業手当と賞与は最低賃金額に含まれています。雇用者には最低賃金の支払い、記録等の管理及び当局に対する報告、検査員による検査の協力等の義務が課され、違反した場合には1年以下の懲役、または50万チャットの以下の罰金、またはその両方が課せられます。また、最低賃金の告知及び掲示義務、最低賃金の通知に従う義務に違反した場合においては、6ヶ月以下の懲役、または30万チャット以下の罰金、またはその両方が課せられます。この法律は2年に1度の最低賃金額の見直しを定めており、2017年2月に引き上げを検討する委員会が設立されました。そして2018年1月2日、国会委員会は1日あたりの最低賃金を4800チャットに引き上げる案を発表しました。その後、異議申し立て期間が60日間設けられ、多数の異議が提出されましたが、2018年3月5日に全ての異議を却下する旨の決定がなされました。今後、政府に提出され承認され次第、新たな最低賃金が有効となる予定です。その場合、従業員10名以上の事業所が対象となります。